アンジュタイム。うん、これが KL 川崎の KL250D ってやつ、うん、まああんまりこっち系詳しくないんだけど、もともと KL250G、 まあだからあれでしょ、そもそもその興味があってとかじゃなくて、なんか遊ぼうと思って持ってきたんでしょ。そう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 、まあそんな感じだ。あとあとこれでバカなことしようねっていうことね。これでちょっとミリしてみたりとか、スマホを走ってみたり、そうそうそう、仲間、まあ一応俺が買ったよ、うん、買ったけどみんなで遊べればなって思う。あとはオンジョタイムの、そうそうそう、オンジョタイムのさ動画で使えればなと思って一応仕入れてきました。まあ単珍が、まあ単珍がふざけたことしてくれると思う、これで楽しみだね。怪我しない程度にね。わかんない。まあちょっとね、あのスペックとかいろいろ紹介したいんだけど、ぶっちゃけあんま詳しくないの、この前に KL250G スーパーシェルパってのを持ってたんだけど、まあそれ系統だと思う、まあ、KL250 これが D だったかな。まあだからああいう D トラッカーとかあの辺の先駆け、走りになったバイクね、だと思う。そんな感じでまたいろいろと、そうだね、ちょっとこれでバカしたいな。そうだね、バイク持ってきちゃった。これもまあ、まあ、カシャバの浜をさ、馬が走っちゃう。ああそう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 、馬に負けんごん走らんねえかね。ああいうのやっぱこういうさボコボコタイヤっちゅうかキャラメルタイヤっちゅうの、これこれで、あのなんだろう、空気抜いた方がいいのかな。もうこれも浜走るときさ空気抜くじゃん、みんな知らん、ちょっと抜くわ。でも車でも走れるからね、あそこの浜は。ああ、まあ、もしかしたらいけるかな。いけるかもしれない。まあちょっとまだあの、まあ、走るんだけど、これナンバーがまだ名義変更もしてないし、もう自賠責が入ってるからさ、普通に乗れるんだけど、名義変更とかしてちょっとキャブ調整してから遊んでみようかな。そうだね、もう大人だからね、ちゃんとまあルールは守らないとね、大人らしいやっぱ遊びをしないとさ。楽しそう。そんな感じでこうやっていろいろまた持ってきたんで、まあせいちゃんにはちょっと黙ってたけど、実はもうお家で、え、いやガチでこれ黙ってたでしょ。せいちゃんだけ知らない。俺だけ知らないよ。せいちゃんだけ知らない。タンチンとか知ってる。え、誘引も知ってる。え、剣法も知ってる。ええ、ちょっと驚かせたかったから、また俺が出てきて、ちょっと出てきて、分かった、すげえな思ってた、それも動画にすると思うんでお楽しみに、それではチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。まあ今回はちょっとね、あの本当タイヤ交換とちょこっとした紹介って感じだけど、まあ、次の動画は本当なんか面白そうなのが撮れそうな気がするので、そうですね、楽しみに待っていただけたらと思います。はい、チャンネル登録をしてぜひお待ちください。というわけで今日は終わりにします。おーし、ありがとうございました。